シークレットベース K ステーション、ミニミニ。皆さん、シークレットベース K ステーションミニミニへようこそ。隊長の近藤かな子であります。この番組のリスナーの皆様はこの番組の隊員さんです。隊員の皆様はぜひ番組にメールを送ったりして、この番組を応援してくださいね。よろしくお願いします。さて、今回が99回目となりました。99ですね。ナイナイさんはね、もうずっと好きなんで、ゴチとかグルナイずっと見てます。さてさて、今回何の話をしようかなと思ったんですけれども、いやもうね、この間見てきちゃったからこんな話をするしかないと思って、あの以前東京リベンジャーズ、そう、アニメ化もしている、そう、東京リベンジャーズが好きだって話をしたと思うんですけれども、先日その通り目の東京リベンジャーズ2血のハロウィン運命と決戦を見てきました。はい、見ましたよ。実写です。通り部の実写です。あの1作目の東京リベンジャーズの実写は配信で見たんですよ。その時はコロナとかもあったし、子育てをしてたから、映画館に行く時間がなかったから、泣く泣く配信されてから見たんですね。ただそれもすっごくよくって、で今回も映画館に行くかちょっと悩んだんですけども、ごちゃごちゃしている間に後編の決戦が公開される時期が迫ってきて、でそうこうしているうちにとある事件が起きてしまって、東京リベンジャーズ2後編決戦の公開自体が危ぶまれたんですけれども、なんとか予定通りに公開することになって、でもその事件によって、配信ね、今後配信で見れるかわからないなってちょっと思いまして、見れなかったらボックス買う気持ちなんですけれどもでもやっぱり劇場で見たいなと思って応援する意味もあってね。で運命を見てなかったので、決戦が公開されてから先日見ました。はい、だから私は運命を見た1時間後に決戦後編を見れたんですね。やっぱり前編の運命はすごいめちゃくちゃいいところで終わってるので、1時間しか空けずに後編を見れて私ってめちゃくちゃ最高だなって思いましたきっと運命だけ見てた人もきっとまた運命を見てから決戦を見てるんだろうなとも思いました。はい、そうでね、やっぱ通り目が実写なんでこんなにヒットしたのかなってすごい考えたんですけども、それはやっぱり今までの漫画原作だとキャラクターをすごい無視したりとか、ストーリー展開無視したりとかすごいしてるじゃないですか。でも通り部の場合は、少しストーリー展開もね、長い話ですから短縮するためにカットされたシーンであったりとか、ちょっとした関係性なのかな、なんかちょっと省略されているところがあったりもするんですけれども、やっぱりその映画って2時間にまとめた短縮した美学のストーリーだと思うので、それはそれとしてすごい見れましたし、であとキャラクターがやっぱりしっかり作り込まれている、しっかり漫画原作を読み込まれていて、キャラクターがそのまま本当に実際に飛び出してきたようなキャラ作りを役者さん皆さんすごいなされているので、すんなり見ることができました。あとお衣装ですよね。そう、結構漫画原作の実写版って服がね、なんかすごいより豪華であったりとか、変な装飾がついちゃったりとか、なんか結構違ったりするものを着てたりするじゃないですか。それがすごい嫌です。キングダムもやっぱそのままだと思うんですよ。そういうところもあって思って、通り目も本当にコスプレですかみたいな本当漫画のママの服を、色味も服の感じをそのままのものを着て役者さんが動いてるっていうので、やっぱりそのままなんだろう、こうあ
鳥辺だって何も考えずに見れるっていうのがすごい良かったんじゃないのかなって思います。やっぱ役者さんと監督さん制作陣の思いがやっぱり鳥辺がすごい好きだっていう気持ちが詰まった作品だなって思いました。うん、でやっぱ今回2ですよね。1のキャストさんも引き続き出てますし、で2だと新キャラクター町冬バディさん、カズトラとかも出てくるんですけれども、その新しいキャストさんたちのもこの芝居の熱量というかもうねすごい高くて、だからほぼほぼね後編の決戦は乱闘シーンなんですけれども、もうねずっと見てられる、マジの殴り合いで、なんだろうな、この映画にすごいかけてるなっていう思いを感じました。だから本当に公開してよかった、で本当に今回映画館で見てよかったなって思いましたあまりネタバレできないからそんな感じでお話ししてるんですけども、私の一押しのシーンとしてはトーマン創設時のお話、過去のお話ですよね。みんながちょっと若いんですよ、ドラケンとかマイキーも単発でそう時の話がすごい可愛くって、やっぱりその血のハロウィン編っていうのは結構緊迫したシーンが多い中で、その過去編の創設メンバーの話とか、あとバジさんと千冬の出会いのシーンとかも実写化されていて、もうそこがね、なんだろうな、ほんわか和むあ、こういう時あったよねみたいな、でも今こうなんだなって思うとまたちょっと悲しくはなるんですけども、そのねシーンがすごい良かったもんね。創設時のあのシーンだけ切り取ってほしいと思いました。まあ何が言いたいかというと、ぜひ東京リベンジャーズ2映画館でぜひ皆さんも見に行ってみてください。多分原作知らなくても鳥辺の実写は実写として成り立っているので見れます。ファンの方は配信でももう無料で見れますので、ぜひそちらも見ていただいてから、ぜひ東京リベンジャーズ2運命決戦を見てみてください。はい、という今回の話は私の推しの推しの話でございました。はい、いやね、なんかこうすごいね、伝わったかわからないんですけれども、まあとりあえず最高だということだけはお伝えしておきます。本当にタケミチもタケミチだし、マイキーもドラケンもそのまんまだし、もうチフユもチフユだったし、バジさんはほんとそこにバジさんがいてほんとかっこいいって思ったし、ぜひその気持ちも皆さんと共有できたら嬉しいなって思いました。それではここで一曲お聴きください。近藤夏菜子のアルバムプリズムより幸せ。深い深い森の中、光も届かない闇の中で、いつでも探してる君の幸せはどこにあるんだろう。ニコニコ笑ってるその瞳の奥に隠れたもの、心に沈んでる誰にも見せないブラックボックス。君の放つ光
そろそろ別れのお時間です。この番組では皆様からのメールを大募集しております。普通のお便り、普通歌、私近藤への質問、お悩み相談など何でも OK です。メールの宛先は K ステーションのツイッターの DM から送ってくださいね。ツイッターの ID はアットマークスペードパンダ3、数字の3です。アットマーク SPADEPANDA3 でございます。シークレットにあなたのお便りがステーションに届くので、どしどし送ってくださいね。次回の締め切りは8月の11日の金曜日となります。よろしくお願いします。さて、ここで告知をさせてください。ただいま各サブスクリプションで近藤かな子の楽曲が配信中です。ぜひサブスクでも聴いてくださいね。では私、最近またあの料理の写真とかちょこちょこ上げているんですけれども、やっぱりレシピとか載せた方がいいのかな。でもさ、なんかこう料理名だけ分かればさ、もう今検索サイトでいろんなレシピ出てくるじゃない。で、作りやすいレシピ見ながら作った方がいいんじゃないかなって私は根本的に思うんだけど、どうなんだろうね。まあ、確かにあの私のオリジナルのレシピであったりしたら載せるんだけれども、まあ一般的だろうなっていうのが多いので、この間のね、バンバンジーのタレはあのこうレシピを見ながら作り、でさらに私がアレンジして作って、めちゃくちゃ大成功したバンバンジーのタレだったのでツイッターにレシピも載せたんですけれども、どうなんじゃろうかぜひそこら辺の意見もお聞かせください。それでは次回またお会いいたしましょう。お相手は隊長の近藤かな子でした。まったね。次回は100回記念になります。またね。100回目もぜひ聞いてくださいね。この番組はターゲットの提供でお送りいたしました。MGP ログメインパーソナリティを務めるのはミステリーガールズプロジェクトの愛理です。よろしくお願いします。リスナーの皆様にはぜひ M ログで覚えてもらえたらなって思います。こういう自分進行で話をしていくのは初めてで不安でド緊張しているんですが、楽しんだもん勝ちだと思うので楽しみたいと思います。温かい目で、いや温かい耳で聞いてください。